はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は正しい情報を選び取るためにはということでね、お話をしていきたいと思います。まあ、今、皆さんの、なんて言うんでしょうね、過ごしている日常の中で、仕事においても、生活においても、あるいは物を買うにしても、いろんなこう情報が溢れすぎてしまっていて、どんな風に情報を選んだら、より良い、まあ、満足度の高い決定をすることができるのかっていうと、まあ、なかなかどうしたらいいのって難しい問題がはびこっていると思うんですね。で、そこでですね、今回はこういう選び方をすると満足度がより上がりますよっていうお話をしていきたいと思います。ということで、対してより良い決定をしようというところですね。で、今回はまあ大きくは3ポイントになるんですけど、1つは選ぶときの注意点というところで、1つ目が何か悩を選ぶときの悩みどころで、その選択肢がたくさんある中で一気に、例えば10個あるなら10個まとめてその中から1つをピックアップするのか、10個あったら1個ずつ比べてて、1と2だったら2を選ぼう、2と3だったら3を選ぼう、3と4だったら3を選ぼうみたいな風に1つずつ選ぶべきかっていう問題があるかと思うんですね。例えば、まあ、予算を決めてレストランを決めるってなった時に、予算内に収まるレストランを1軒ずつ検討するのか、それとも候補の店の情報を全部リストアップしてから比較検討するのか、どっちの方がより良いお店を選ぶことができるのかっていう、まあ、このあたりっていうのは誰もが日常で出くわす問題だというふうに思うんですよね。で、ここがこうした方がいいよっていうような答えが出てきたので、それをご紹介しようと思います。で、結論から話すと、情報はまとめて検討した方が吉っていうところですね。だから10個を1個ずつ比較するよりも10個まとめて検索した方が、ピックアップした方が早いというところですね。で、これは実験があって、3000名近くの男女の方々に集まっていただいて、まあ、7つ実験をしました。そのうちの2つね、今日はご紹介しようと思うんですが、1つ目の実験は参加者に5種類のデジタルガジェットの中でより良いものを選んでくださいというふうに指示を与えました。で、デジタルガジェットって一体何かっていうと、ノートパソコンとか電子レンジとかデジカメっていわゆる電化製品っていうところですね。で、それぞれのガジェットには6パターンのモデルが用意されてました。例えばノートパソコンであれば、各機種についてのハードディスクの容量とかバッテリーの寿命が長い短いとかっていう、そういったスペックの違いっていうところですね。で、その上で参加者を2つのグループに分けました。1つ目のグループが6種類のモデルの情報をスクリーンにまとめて表示させた状態で、性能と価格のバランスがベストな機種を選ぶと。それからもう一つが、6つのモデルの情報が1個ずつ表示される状態で、性能と価格のバランスがベストな機種っていうのを選ぶというところですね。はい。で、その結果どうなったかっていうと、情報をまとめながら選んだ場合の正答率っていうのは 84% で、1つずつ見ながら選んだ場合の正答率っていうのは 75% ということで、まあ、約 10% の差が出ましたよっていうことですね。それから2つ目の実験としては、参加者に自分がレストランのオーナーだっていうふうにイメージをしてもらいます。で、その上で、様々なサプライヤーから最もコスパのいい食材は一体何かっていうのを選んでもらいました。で、2つのグループを分けた結果、もう結果ね、出しちゃってるんですけど、まとめて肉とか牛乳の食材を選んでもらうか、それから1つずつ選んでもらうかっていうのがあると、結果的には、まとめて提示したのが 61%、 1つずつ提示した場合 55% ということで、まとめて提示したグループの方が勝ちだったっていう結果になっています。で、これなんでかっていうと、ここに答え書いてあるんですが、選択肢が増えると混乱するわけなんですよね。まとめて検討するのか、それとも一つずつ検討するのかっていうことは、考えてみれば、まあ、たわいのないこと、まあ、些細なことなのかもしれないんですけど、人としては、こう、新しいものには目がない生き物なんですね。もうすぐに出た新商品とか、限定商品とか、あるいはブランドものでも新製品が発売するたびに食いつくとか、そんな感じですね。だから、新しい選択肢っていうのが出てくるたびに、これもいいんじゃないかとか、あれもいいんじゃないかっていうふうに、正常な判断っていうのがしにくくなってしまうんですね。だから、フラットな目線で、要は何かしらの色眼鏡が入らないで、結論を出すためには、情報がすべて出揃っている状態で選ぶ方がいいということなんですね。だから、1個ずつ選んでしまったら、実は10番目に出てきた選択肢よりも、3番目の方が良かったのに、新しいからって、記憶が新しいからっていう意味で10番目を選んでしまうというようなことが起こってしまうということなんですね。そうならないためにも、情報はすべてまとめて一緒に見てしまった方がいいというのが結論でございます。まあ、よくあるのが、不動産屋さんなんかにね、行った時に、いい物件ありますぜって言って、1件ずつね、出してくるっていうのが、要注意かもしれないです。
あのいい物件ほど先の方に紹介をしてきて、悪い物件ほど後に出してくるっていうね、だったらもう5件まとめて出してくださいって言ってしまった方がいいという、そういうところですね。ということで本日の動画は以上でございます。正しい情報を選ぶためにはまとめてみましょうというお話でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。